それでは今日のスターティングイレブンです。まずはホームの松本山雅、ゴールキーパー囲い、ディフェンスライン3バック、右から大野、橋内、篠原、ダブルボランチには前と佐藤、両翼に下川と富山、そして今日はワントップに横山が入りました。その背後に河合と鈴木が入ります。そして甲府のスターティングイレブン、ゴールキーパー岡西、ディフェンスライン右から荒井、山本、メンデス、ボランチには野津田と中村、両翼に関口と荒木、そしてワントップ、こちらは鳥海が入りまして、その背後シャドウの位置には長谷川と泉沢が入ります。今できてますからね、ここはうまく使いながらビルドアップしたいですね。富山が上げたクロス、ファーに伸びた、ヘッド、鈴木くんに飛ぼう、松本のストロングヘッダー、鈴木くんに飛ぼう、今日も得点を挙げました。まあ、まずはこの富山の縦への仕掛けですね。ちょっと外側に仕掛けることによって相手の足が出ないところに仕掛けましたよね。そこからクロスが上がって、まあ、このファーでの鈴木っていうパターン、3点目ですか、これで。そうですね、3試合連続ですね。もうこのパターン甲府も警戒してたとは思うんですけど、さまざまなね、今はパス出しましたけど、ドリブルでカットインからシュート、クロス、パス、さまざまなバリエーション持ってますからね、あそこで。さあコーナーキック、ここはパンチングでかき出す、こぼれ出し、シュート、同点に追いつきました。ウェイコフセットプレーの流れから、まあ、話してましたけどセットプレーからでしたね。まあ、ここでパンチングが少しちっちゃくなっちゃったんですよね。そこでこぼれ球を拾った長谷川ですか、最後。そうですね、41番長谷川でした。まあ、ここでいい形で拾って、まあ、あとは落ち着いてよく枠に仕留めましたよね、長谷川。このね、パンチングのところで少しこう味方同士がぶつかったような形になりましたね、松本の方は。まあね、左サイドはやっぱ左で蹴れた方が優位な部分はかなりありますからね。左利きの選手だからこそ出せる角度があります。さあ泉沢カットインして自分で行くか、泉沢ナイスキーパー、囲いよく止めました。もう一度ご覧いただきましょう。今度はこうやって中まで入ってきてシュートっていうのがありますからね。さあ関口からここに中村、クロスファーサイド、胸で落とした泉沢、マイナス戻して荒木のクロスにヘディング、長谷川だ、なんとなんと今日2点目、プロ初得点から前半のうちにプロ2点目を挙げました、長谷川元希。中にこう長谷川3人入ってきてますよね、しっかり、はい、でファーサイドからもう1人4人ですかね、クロスに対して入ってきてるんで、なかなか掴みづらいですよね。まあ、甲府の良さですね、ストロングポイントなんで分かってることでもやられてしまったっていうところですよね。そのストロングポイント、泉沢ボールを晒します、中に置いた、ここもクロスだ、入ってきた、クロスバーこぼれている、中村押し込めない、なんとかかき出しました。まあ、本当にパンチありますからね、松田の左足、はい、特にこういう雨の状況だと効きますよね。長谷川入れた、メンデス突き放します、甲府。いや、ここもセットプレーです。メインターゲットなのはこれ間違いないですよね、甲府の中では。はい、まあ、そこをこう抑えられてないとこうやって失点につながるっていう。富山から内側走った前、そこにはここで出しました、戻して大野、富山インスイングのクロス、まだあります、こぼれて坂野、前を向いてシュートだ、こぼれを鈴木くんに、ともさあ反撃ののろしが上がる松本山が、ここね、富山が、まあ、中にターゲットがまあ2枚いるんで単純にまず上げましたよね。
でクリアしきれずなかったところをこぼれ球、坂野、下川、佐藤がシュートを打ったこぼれ球でしたね、はい。まあ、鈴木邦人もいいところを詰めてますね。まあ、これはなんか得点取れてる選手の嗅覚っていうか、まあ、こぼれてきましたよね。まあ、これが抜ければ面白い。鈴木邦人も同点。この男の3点でまたゲームを振り出しに戻しました。鈴木邦人もハットトリック、ね、単純なボールでしたけど、まあ、嫌なところにボール入れましたよね。前がまずは絶妙なボールだと思いますし、まあ、ここ対応しきれなかったところをよく狙ってますよね。鈴木邦人も足が止まってないからあそこに来るわけですからね。でここもキーパー来てるとこ落ち着いて外抜いて、角度がついて柔らかく入れますがこれが通りません。そしてここで試合終了。激闘は3対3のドローで決着となりました。